こんにちは、レディオコンサドーレ。北海道コンサドーレ札幌クラブオフィシャルラジオ番組レディオコンサドーレ。こんにちは、MC の山形翼です。この番組は北海道コンサドーレ札幌の選手をゲストに迎え、サポーターの皆さんからの質問、メッセージを頼りに、サッカーのことからプライベートなことまで選手の素顔に迫るトーク番組です。それでは今回の出演選手に登場いただきましょう。今回出演いただくのはこの選手です。こんにちは、北海道コンサドーレ札幌背番号40番伊豆間志堂です。伊豆間選手、先週に引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回よりも声が出てますね。本当ですか。なんせタイトルコールこんにちはですからね。そうですね。これね、そのテンションに合わせて、これ番組史上ね最もシンプルなタイトルコールかもしれない。はい、1本目おはようございます。2本目こんにちは。そうです、ね、おのずと3本目も大体予想がつく気がしますけど。まあそれはあの来週のお楽しみということで。そうですね、はい。相変わらずゆるく、はいはい、2本目もやっていこうかなと思うんですが、お願いします。コンサドーレのアンダー12から15、18、そして今トップと、もう札幌一筋で、生まれも育ちも札幌、ね、札幌、はい、どさんこだし札幌、はい、これね結構コンサドーレのアカデミー出身の選手何人かいますけど、はい、生まれは別だね、札幌以外の地域だったりっていう選手も意外と今多いんですけど、はいはい、もう生粋の札幌人ということで、はいはい、今日は、札幌の話をいっぱいします。はい、はい、わかりました。気楽にいきましょう。はい、まずはレディオネームクラさんから。はい、いつも選手、翼さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。突然ですがお二人は北海道生まれの北海道育ちかと思いますが、どさんことして北海道を大きく自慢できることはありますか。うん、もう我々どさんこというか札幌、札幌ですね。札幌ですね。はい、僕はちなみに西区、西区です。はい、もうあのこの近所、そうですね、実家この近所です。あ、そうなんですか。はい、今も西区に住んでますけど、クラさんは多分、クラさんもどさんこで、うん、私は自慢できることとしてはやっぱりご飯が美味しいところ。そうですね、他の地域から来た方にも美味しいと言ってもらえることがすごく嬉しいです。はい、が同じ土産子として出間志堂の思う北海道のいいところ、山形翼の思う北海道のいいところ、ご飯とかは言いたかったですけど、うん、もうクラさん先に出ちゃった、ね、一番安牌なところをクラさん持ってっちゃったからね。我々は頭を使えということですね。はい、なんだろう、あの山形翼から1個あるのは、はい、あの意外と、まあ、我々札幌じゃないですか。はい、北海道ってめっちゃ広いから、はい、あの例えば東京とかから友達が来るときに、うん、北海道いいとこ案内してよって言われて、うん、分かったって行った先が自分も初めて見るところだったりするから、うん、それはあるかもしれない。全部新鮮に思える。そうですね、札幌だったらなんかある程度、ね、はいはい、生きてると、まあ、通るじゃないですか、見たり、ね、はい、そうそう、どっか行ったりもするけど、はい、あの意外と北海道知らない。でかいですからね。そう、でっかすぎるんだよね。すっごいでっかいですから、ね、だから意外とそのよそから来る人たちのおかげで一緒に楽しめる、うん、はいはい、確かにそれは山形翼の北海道の魅力考えてきました。いやいや。ちょっと待ってる間考えさん実は。はい、出間志堂の思う北海道、僕は夏は暑いし、うん、冬は寒くて、うん、雪があるので、うん、遊び方が違ったり、うん、夏は川とか海行ったりしますけど、冬はスキーとかスノーボードとか、ね、ウィンタースポーツとかができたりする、ね、うん、いいじゃない。まあ、どこでもできるかもしれないですけど、うん、まあ、本場っていう。それ実際やります？やりますね。おう、めちゃめちゃやってたっす。ウィンタースポーツとかもめちゃめちゃやってたっす。それこそね、南区スキー場あるからね、はい、うん、歩いて行ったり。あ、歩いて行ける距離。はい、おー、ね、我々は札幌は冬はスキーは授業でね、はいはい、もうずっと小学生からありますしね。はい、夏は、夏はラフティングとか。ラフティングどこでやるの？南区っす。あ、それも南区でできるの？そうです。ちょっと南区すごくない？いや、あの知り合いっていうか、うん、そういうとこなんですけど、うん、そこで手伝ったり。あ、そう。え、そういうので、うん、ボートに乗らせてもらって、はい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 、一緒に遊んだり泳いだり。すごい、すっごい気持ちいいですよ、夏とか。これは楽しんでる人からの意見だから。、はい、一番いい。実際に経験してる。はい、
でしかも南区でできちゃうっていう、南区でできます。これでかいな。さあ続いてレディオネームゆめさんです。出雲選手、翼さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。南区富士野出身の出雲選手、はい、来ました。地元はどんなところですか。まずはちょっと富士野の魅力からゆめさんから質問が届いてますけども、地元は富士野なので。南区の富士野。南区の富士野ですね。これ場所で言うとどこなんだろう。定山渓って出したらみんな、まあ、分かりやすい、一番分かりやすいかな。定山渓の、まあ、手前、手前だね。そうですね。え、何歳からいるんでしたっけ。小学校上がる前ですね。幼稚園から。5、6歳ずっと。アイラブ富士野。南区富士野。アイラブ南区まではなんか聞いたことあるけど、もっともっと、もうもっとね、深くね。アイラブ富士野。富士野です。ゆめさんから、はい、富士野のおすすめの店とかありますかって来てるんですけど。おすすめの店はありますね。お、くださいな。スープカリー富士野屋っていうとこですね。このスープカレーが美味しいです。うまい、はい、選んだ理由はありますか、富士野屋を。自分のおじさんの友達がやってたり、うんうん、あ、そうなんだ。もともとお知り合い、はい、最近だと、まあ、ちょくちょく行ったりしてますね。おう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 。あ、今もここに行ってお店に顔を出してる。自分のおじさんと行くんですけど、はい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 、2人で行って、うん、そのお店に働いてる、うん、おじさんの友達と、うん、長い話してなんか話聞いたり。飯の時間よりも長い話をする。全然長いです2時間とか平気でいるかもしれないですもう居酒屋並みの時間だけどね。それをスープカレー屋さんで。そうですね。もう昔からじゃあ行きつけの、はい、場所が南区富士野三条二丁目にあります。おすすめです。おすすめ。あ、これ割とあれだね、分かりやすい場所に。まあ、そうですね、大きい通りに。あの石山通り沿いだ。はい、あります、はい。石山通り沿いって言って分かる人は札幌民かなそうですね、 ね。富士野はもう一通り。富士野だったらもう小学校ぐらいでもう押さえてますね、うん、そうだよね、はい、ずっとねこの辺でぐるぐる回ってぐるぐるね、自転車でね、はい、はいはいはい。西野でやってたのと同じことを富士野でやってるのねそうですね。一押しはスープカリー富士野屋。はい。あとなんか遊べる場所とかあります？あ、それこそさっきあれラフティング、ラフティングできる場所って。あの定山系ぐらいから石山っていうところなんですけど、はいはいはい、まあ、そこの間の川だったりとか。あ、まあ、あ、もう流れが弱いとこもあるんですけど、うんうんうん、はい、あの辺に流れてる川沿いでできるんだ。そうです。へえ、いや、それいいですねなんかそういう施設とかじゃなくって、はい、もうそこに流れて川を使って、はい、もう自然を眺めたり、うんうんうん、あのねすごい気持ちいいです、ね、南区からこう一望できる、はい、あの景色を眺めながら、はい、そこの横で流れる川で、そうですね、ラフティングやったり。スキー場はどこに行きます。富士。あ、やっぱそっか。そうです、ね、歩いていける。歩いていけます。一応歩いていけます。羨ましいなじゃあスキー担いで持って。そうです、スキーとかスノーボードとか、はい、歩いていきますすごい、なんかいいな。北海道をめちゃくちゃ感じられるねこの規模感。本当ですか。はい、うん、なんかそのスキーをやるためにそれこそ遠くから来たりもするけど、はいはい、出雲シドは歩いて、そう、歩いて歩いて遊びに行きますっていう、そんなどさんこ、さらには札幌市民と出雲選手ならではの、はい、お話をご紹介しました。さあ続いてレディオネームはケインさんです。シド選手、翼さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。シド選手のストライカーっぷりを早く試合で見たい。札幌を勝利へ導くゴールというまずは期待のメッセージから、はい、頑張りますね。早く見たいですね、はい。ところでクラブサイトの出雲選手のプロフィール欄にスマホの待ち受け画面は友達って書いてありますが、今もその友達のままですか。あ、今は違うです変わってた。変わってますね。これアンケートは年明けすぐぐらいのやつかな。多分そうです ね。確かに書いてある。友達だったっす ね。その時1月ぐらいの時点では友達だった出雲指導スマホの待ち受け画面は今は僕見せてもらってるんですけど、ドーナツ持った人、どうなってるのドーナツを持ったドーナツ持った人ですね、これ、はい。それは友達。いや、全然知らない、はい、知らない人。知らない人です。モノクロのドーナツ持った、ね、これ顔にこれ何モザイクかかってんの。モザイクかかってます ね。え、これ美容室とか行ったんじゃないですか。いや、スカって言われてもこれ撮ったわけじゃなくて。違うっす。自分でもない。はい。
誰誰でしょうねこれの前が犬で、うん、あ、何回か変わってんだ、はい、今シーズン、はい、そうですね、今5月ですけど、はい、じゃあ友達は、その時3代前ってことか、はい、今年の、はいはい、1月。ちなみにその友達って高校の友達です。新陽高校、はい、新陽高校の友達の待ち受け画面からはすいません、変わっちゃいました。変わってました、はい、ケインさん、すいません、はい、今はドーナツを持った顔にモザイクのかかった人、はい、ということでした。続いて小沼明人さんから、あらら、なんか聞いたことある聞いたことある本人なのかな、僕放送局のメールの受信フォルダみたいなんですけど、はい、漢字で書いてあったんで、いやどうですかね、どうですかね、そう書いたら言ってくると思うんですけどね、そうですよね、はい、まあ、あのひとまずご紹介しましょうレディオネーム小沼明人さんからですね、はい、ユースの同期でこの選手ぜひ札幌に戻ってきてほしいと思う選手はいますかっていう質問が来てました。もう自分言ってみたいな小沼明人さんからの質問です、はい、ユースの同期だから出馬志戸選手が一緒にやっていたアンダー18の仲間の中で札幌に戻ってきてほしいと思う選手を教えてほしいですと、あとその理由も教えてほしいですっていうのも、小沼明人っていうのもちょっと違うからな、とは言わず、とは言わず、うん、いやまあみんなやりたいですけどね、出馬選手の代はトップチーム昇格はもう出馬選手だけですね、はいはい、他のメンバーは何人いました、アンダー18の 3年生、皆さんの進路は大学だったりね、もう結構みんな散らばって全国で、はい、散らばりましたね、なんか連絡取ったりはしてますか、たまにこの間それこそ、うん、秋と小沼秋と、あ、このレディオネームの方かどうか分かんないですけど、つい最近、うん、やり取りしました、はい、しましたね。今は小沼選手は大学生、大学生です、今スマホで LINE を遡ってますけど最近やり取りした、最近しましたね、元気にしてますか、元気ですね、ああ、ね、もしかしたら元気すぎるあまりレディオネームをつけてメッセージ、レディオネーム、その可能性もなくはない、なくはないですね、はい、小沼選手にはまたこう一緒にやりたいとかありますか、ありますよ、ありますか、やっぱり、はい、ね、帰ってきた時でも、うん、一緒にね、公式戦じゃなくても、うん、常に遊んだりしたいです、そうだ、プライベートでもね、はい、フットサルと、うん、多分今ねこの話聞いてすっごいニヤニヤしてると思う、このレディオネーム小沼明人さんそうです ね本人だと思って今メッセージ送ってますけどね、はい、はい、まあでもこう今大学でプレーしてその先ね、またこのトップで戦う可能性もあるし、はい、また再会っていう ね、はい、ね、カムバックサーモンがあるかもしれないですからね、はい、ぜひいろんな期待を持って、レディオネーム、はい、大野真人さんも、はい、頑張ってほしいなと思いますね、はい、さあどうでしょうか、本人かな、さあ今回2本目は札幌富士野に寄りまくった放送をお送りしてきましたけども、またまたいい時間になってまいりましたんで、はいはい、どうでした今回は、すごい地元、はい、地元に寄った話ばっかりしましたけど、すごい楽しかったです、楽しかったですね、はい、僕も楽しかったです2本目、はい、この辺にして、はい、いよいよ次回が出馬指導会ラストになりますんで、はいはい、3週目もよろしくお願いします、よろしくお願いします、今日のゲストは北海道コンソール札幌背番号40番出馬指導選手でした、来週もよろしくお願いします、お願いします。